ようこそ黄昏の皆様。おお、あ、なるほど、なるほど。世界で活躍されてますよね、皆さん。僕たちも黄昏。僕、あなた方は黄昏なんですよ。あ、それも、なるほど、なるほど。確かに頑張ってますね、暗躍してます。昨今ね、我々の活躍がですね、スパイファミリーという題名で、日本で流行ってるらしい。なるほど、なるほど。あんま流行っちゃいけない気もしますけどね。我々の本当に大変。スパイのファミリーやのに流行っちゃったよ。我々のその作戦の中で出された料理が暗号になっているってパターンよくあるじゃないですか。なるほど。はいはいはい。スパイですからね、人に伝わっちゃいけないですから。そう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 。今回はですね、世界各国から料理暗号がねたくさん届いているんで、その案件をさばいていただこうかなという。なるほど、なるほど。要するに料理に込められたメッセージを読み取るという。まあそういうことですね。暗号ってなんか、なんすか、事前の共通言語みたいな鍵があって解けるもんなんですけど、でも解読方法はもう料理によって様々。まあというわけでね、やっていきたいと思われます。メイクイトバトルウィズストリクトゥー。はい、じゃあいきます。はい、それでは一つ目の案件です。どういうことだよ。シェフ、料理を。ピザ。これはマジで、でもこれ謎解きやな。マジでワンチャンあるじゃん。メッセージもあるんで、はい、ボスからのメッセージもお読みください。 VTR スタート。大変だ、竜子から聞いてくれ。とある著名な YouTuber に対してチャンネル削除のサイバーテロリズムの犯行声明が出ている。どうやら犯人はその料理に示された暗号の YouTuber に対して犯行を行うらしい。必ず解読して止めてくれ。世界を救えるのはお前しかいないんだ、黄昏。めっちゃ明確です。なるほど。まあこれは、だから YouTuber の名前なんや。そうですね。まあ、ジャコかしら。で、これ多分3時、時計、矢印、ただの。でも時計っぽいですけど、ね。時計っぽく見えたんやけど、俺には。やっぱ何やの可能性もありますよ。だったらあれじゃないですか。矢印、曲座標じゃないですか。何の肉これ。牛肉なんやけど、別に牛でやる必要ないの。あ、ごめん、嘘。牛でやることに意味があった。あ、なるほど。なるほど。で、ピザはこれ何カットですかね、これ。6分の1か。15、3時、3時で牛。その3時と3時15分ってことですか。3時15分やったら矢印重なってるよね。単身と長身っぽいのは2つ俺には見えるんやけど、まあ、でも3時15分じゃないってことは時計じゃないかなって。一応ここにネギみたいなのがある。あ、マジか。もうそれ四角でした。ネギみたいなのがある。ナチュラルに四角だ。引き算の引くみたいになってる。あ、なるほど、なるほど。一応それからこれを6分の1と捉えた場合、はい、計算する可能性あるよ。まあそうです。計算した結果、例えば48とかになって48ですみたいな。ああ、はいはい、パターンは全然あると思う。全然あります。そのパターンはあると思う。え、否定の絵ですか。え、何々です。あ、まあ、その話です。あ、この福祉説ゼロでもない。え、ひかざにケリの絵。ピザどうします。ピザは逆にピザか6分の1しかないんで、引くやとしたら6分の1やと思う。でもこっちが時計やったら、こっちも時計って感じですか。いやー、6分の1。それはでもなんか12分みたいな。あ、なるほどね。絵じゃなくてこれの可能性。あ、これね。これ牛、カウ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 。もう魚の集合体できちゃった。いや、あるなこの手。あるなそれ。あるあるある。の誰か。そう、の誰かって感じあるんだよね。3時と4時の間で単身と長身重なるの何時何分でしょう。そう、わかりません。わかりません。あの牛の刻は1から3なんですよ。1時か3時、うん、牛0が1時で、うん、2が2時で、うん、牛4が3時なんですよ。なるほど。牛4って3時って可能性はあります。じゃあこれ午前3時を表しただけ説があること。ここが3時のとこを表してますよっていう。なるほど。じゃないですか。3時16と11分の4分です。なるほど。3時16分ぐらいだった。でも A なんや。じゃないって可能性あるよ。それ以外すべてじゃない。じゃないない。範囲広すぎやろ。知らすでええやから知らずって可能性あるってこと。あ、なるほどなるほど。それあるな。知らずって言ったらやっぱ東京グルメキャラクター。いや、知らずっていうワインあったような気があったな。うわうわ、ゲロ。知らずなのに赤ワインない。そうそうそう、白じゃないっていう。白じゃないっていう。まあでもあれの可能性あります。何？江頭さんの可能性あります。江が知らすなんで。しかもそう、2時50分なんですよ。なるほど。うわ、ありそう。うわ、ありそう。めっちゃありそうやね。めっちゃありそう。でも2時50分じゃないで。2時50分じゃないんですよ。それが問題なんです。でもなんか大体6分の1引いたらなりません。6分の1時間って10分やからさ。でもだからこれはもうただの3時なんですよ。ただの3時。
で10分引いたら25チップ。確かに。ああなるほど、そういうことか。それは当てそう。数がどこ行ったらいい。それは結構消えがちじゃないですか、こういうのって。いやそこはなんか花尾さんの流儀的にてなると、この単身長身だけが気持ち悪いけど、単純にやっぱもう一枚書くめんどくさい感じですか。調子が変えちゃうと分かりやすすぎるから削ったってことね。その案でいこう。じゃあいこう。じゃあ江頭2時50分です。ですよくやった。よっしゃ。いやでもマジで、いや江頭の点差でした。まあ江頭す2時50分にはなるけど、そこはもう確信を持って2時50分が出てきたらもう数はいいでしょっていうので。いやでもこれ書き直してほしかったら、いやこれ分かりにくいわ。俺らは長身と短身が重なってるように見えてる。あ、それはマジで申し訳ない。あ、そういうことか。いやでもまあそれは単純に最初書いたらやばい、肉を食ってそうですね。あ、そういうことですね。読み通りです。ナイス読み、ナイス読み。あ、なるほど。それはマジで申し訳ない。なるほど。では続いての料理です。なるほど、なるほど。うわ、いやこれお前らよく使う。しかもこれって書いてあるね。これって書いてある。これって書いてある。じゃあこの件に関してのメッセージがこちらだ。よお前ら、今日はお前らに渡したい任務がある。とある国際テロ組織の居場所がなんとなく分かった。居場所はそこに記しておいた通りや。必ず突き止めて爆破してくるように。それがお前らに与えられた人生の任務や。かぶるかも。かみすぎちゃう、この人。この人滑舌、この人滑舌大丈夫。まあ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 、要するにこれちなみにどの方角から見る。まあこうです、この方向で、はい、いやでも一個言っていいですか。大阪だとするじゃないですか。滋賀で琵琶湖の可能性あります。大阪、はい。あ、え、滋賀線で奈良今日絶対合ってるやん。絶対合ってるやん。大阪やからたこ焼き、奈良やから鹿せんべい。なるほどな。はせーの、滋賀県ミッションコンプリート。お前早っ、お前早っ。素晴らしい諸君、お前早っ。さすがキム・ヒョジュン、我が右腕です。キム・ヒョジュン、だってこの形にこれがあるのって、もう琵琶湖しかないよ。俺もそれ琵琶湖で直感するのやばいけどな。やばいな、お前すごいわ。結構やばい。これはすごい、これはすごいわ。じゃあ続いてのよし料理こちらです。どうぞ。美味しそう。メッセージをあれです。まあしそうよね。やばい、大変なことが起きた。日本のとある場所に対して爆破予告が起きている。そして犯人はその場所を暗号にして送ってきた。必ず解読して日本の命を救ってくれ。お前らしかできるものはいないんだ。アディオス。なるほど、頑張りましょう。まあ日本のとある場所、まあ、どこかしらの場所です。シソが4枚やから、シソ1000枚ってことかける250ってことで、これ芋やんな。大学芋。これ何、これこれ椎茸。椎茸っぽいです。椎茸の上に何か乗っとるな。まあ草だと思ってください。まあ干し椎茸、そして戻した椎茸、まあつまりまあ椎茸、普通の。これなんかまた引き算っぽいのありますよ、ね、もやしっぽいのもありますし、これカッコになってるじゃないですか。あ、なるほど、そうだな、カッコだ。あ、見えてない、ちょっと見えてない。見えてない。カッコ、これの引き算してから全体を引き算しろってことね。草はこれ何を表してるんや。これ全くの謎。草冠じゃないですか、感じ的に捉えて。ああ、なるほど、芋になるで。なるほど、オス芋。そうです、芋あるかな。だから大学が、大学だ。だからあとこれとけばいいんじゃないですか。だから思想線、カタカナに思想をカタカナにして線と合体口。こういうこと、こういうことですか。ああ、そうじゃん、もうそう。ああ、それや、それや、絶対それや、絶対それや、それや。ああ、天才。爆破されそうな場所は千葉大学です。絶対それや。正解。よし、よし。いや、よく気づいた。素晴らしい、よく気づいた。思想じゃなくてよかった。よかったよ。歯でよかったよ、歯が1000枚だけでいけたんや。じゃあ最後の料理持ってきてくれ。よし、よし、頑張るぞ。怖い。これも分野じゃないですか。はい、これは何ですか。これは3分の2。まあ決まったから聞くわ。いや、お前ら研究任務だ。ただいまお得意先の社長令嬢が数学の受験中なんだが、どうやらその問題に手こずっているらしく、我々の解答班がそれを解いた。だが通信傍受を避けるために解答班はそれを暗号にして送り返してきた。
お前らの任務はその暗号を解いて社長令嬢に本当の答えを教えること。失敗したら命はないと思え。いいな。答えはまず数学の答えですよね。数学だから数字なんよ多分。数字ですね。まず記号整理しますか。なんか、はい、なんだろうねこれは。タコスかな、はい、このワットイズこの料理ですよね。タコスってこんな感じでした。いや、違う違う、タコスじゃなくてケバブではないな。なんつったんやこれ。多分まあ似たような感じ。似たような感じやけど、これ何これ。牛肉でございます。あ、まあ、これがタコスと塩肉っぽいじゃないですか、うん、肉18だとしたら18-18=0になっちゃうんですよ。違いますか。これ牛をこれから聞くんじゃないですか。いや、俺もそう思ってる今。乳しか残らないってこと。そうです。内側が乳なんですよ多分。乳、はい、だってお前の言ってる通りやったら分かる。ここまでで乳ってことでしょ。でもさ、牛肉やったらさ、牛と肉同じ項にならへんの。こうこうやってここを消していいのこれ。汚い場合となりますよ。え、汚い場合となります。18-牛-118-牛-1説。これ何これ。それが分かんない。これ何これ。全く分かんないです。これ何だ。3分の2。タコスの3分の2はタコですか。これ何か分かんない。これ一体何なんだ。結局何なんだ。タコスやとするやん、はい、3文字やんか、うん、この中の2文字使う。足すとか、足す乳、足す乳、乳、これか。なんかちょっと物理なんですよね。数学って言ってたもんね。プラスに答えありそう。まあそれもまた答えやな。それもまた答えやな。コサイン乳みたいなのあるね。コス、コスが COS 説あるね。うわー、それむっちゃありますね。ってなると乳てか、パイじゃない。パイじゃん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 。パイじゃない。素晴らしい。すげえ。天才だ。天才だ。マイナス1じゃん。マイナス1。それだ。そうだ。それ絶対そうだ。絶対そうだ。はい、じゃあお出川さんどうぞ。お願いします。答えはマイナス1。ミッションコンプリート。よし、出たー。イエーイ。急にスッキリした。スッキリした。素晴らしい変換能力。素晴らしい。でもこれはでも絶妙に全員協力。そうですね。ちなみに言うと、だからちょっと切ってあるんだ。これ前3分の1を切ってるっていう。ちょっとまあまあまあ分かりづらいけどね。だから一応3分の2。だからターコースの後ろ2文字って書いてあったね、うん、これはちょっとまあ難しいけど、だからまあ一応3分の2って書いてある。また俺角度的に見えてなかったわ。はい、というわけでね、さすがれ、まあ、これからも任務に邁進するように。では、さらばじゃ。さらばじゃ。さらば。